太陽系の起源を解明することは惑星科学の究極の目標です。そのためには考古学や古生物学で行われているのと同様になるべく古い天体を観測して失われた原始太陽系の情報を引き出す必要があります。現在太陽系の内側に存在する多くの惑星や小惑星は天体衝突や熱による変性によって太陽系誕生時の情報はほとんど残っていません。それでは古い天体はどこに残っているのでしょうか。太陽系の外側の領域はカイパーベルトと呼ばれ、惑星が誕生した時の痕跡を現在も保持する化石のような場所だと考えられてきました。しかしこれほど遠いと太陽の光がほとんど届かないため、これまでは望遠鏡で観測してもわずかな情報しか得られませんでした。そのため実際に探査機によって観測することでカイパーベルト天体の実態を明らかにすることが求められていたのです。およそ1年前の2019年1月1日に NASA のニューホライズンズ観測が史上初めてカイパーベルト天体アルコスをフライバイ探査しました。アルコスの雪だるまのような形状は世界的に大きな話題となりましたが、この時点ではまだ観測データがほとんど受信されていなかったため、アルコスの起源はあまりよくわかっていませんでした。今年の2月28日に探査機から送られた追加データをもとに解析した論文がサイエンス誌に3本公開されましたので、新たに何が分かったのか見ていきましょう。まず注目すべきはアルコスの形状です。見るからに2つの小天体がくっついたような形状をしており、バイナリ天体と呼ばれています。こういった二重星はこれまで発見された彗星や小惑星の一部に確認されていました。彗星の場合、金物に表層物質が消化することでバイナリー形状になる可能性がありますが、アルコスの場合は温度が非常に低く物質がほとんど消化しないため、このシナリオは除外されます。またアルコスがより大きな5天体が破壊されてできた破片だという可能性もほぼ否定されました。アルコスの形状を説明するために論文では2つの球状部分が接触した首の部分に着目しました。この部分を詳細に調べたところ、圧縮されたような痕跡が見られなかったことから、2つの天体が非常に遅い速度で、おそらく秒速数メートル程度で衝突して合体したと結論付けられています。こういった低速度の衝突は原始太陽系円盤では普遍的に見られた現象であると考えられます。太陽系誕生時はまだ星間ガスが太陽系中に充満しており、ガスとの摩擦によってダストや微惑星は抵抗を受けるため衝突速度は遅かったと予想されています。しかし現在の太陽系にはガスはもう充満していないので、このような低速度の衝突はほとんど起きません。アルコスの形状は45億年前に原始太陽系円盤で起こった珍しい現象の痕跡を私たちに見せてくれたわけです。またアルコス表面のクレーター年代も推定されました。解像度が荒いためカウントされたクレーターは多くないものの、表面年代は40億年以上と推定されました。これまでカイパーベルト天体が資源的なことは理論的には予想されてきましたが、ニューホライズンズのデータによって初めて観測的に実証されたことは惑星科学にとって大きな成果です。またアルコス表面は赤い色が強いことも確認されました。こういった赤い天体はカイパーベルトではよく発見されていますが、太陽に近い内側の領域ではあまり見られません。このことから謎の赤い物質は太陽光などによって加熱を受けると変性して消滅してしまうような熱力学的に不安定な物質であると推測されています。この謎の物質の実態はまだよく分かっていませんが、有機物ではないかと推測されてきました。実際に今回の論文では最も単純な有機物の一種であるメタノールの吸収を確認したことを報告しています。一方で意外な結果もありました。低温領域に普遍的に存在するはずの水氷の吸収がアルコス表面に見られなかったのです。このことから論文の著者らは水とメタンの氷の混合物に宇宙船が長い間照射された結果、水分子が破壊されて有機物と結合しスペクトルが赤くなったと推測しています。こういった極低温領域での化学反応はまだまだ研究が進んでいない分野ですが、太陽系の外側で生成された有機物が内側に運ばれることもあったでしょう。アルコス表面で観測された有機物は遥か昔に地球に運ばれて生命の元となった物質の名残なのかもしれません。ニューホライズンズはこの後どの天体に向かうのでしょうか。探査機の燃料は残り少なく、また太陽系を急速に脱出しつつあるので早く次の天体を見つけて軌道修正しないといけないのですが、次の探査天体を発見するための頼みの綱である各地の地上望遠鏡が新型コロナウイルスのため閉鎖されている状況なのでなかなか大変なようです。皆さんも健康にはお気をつけください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。面白かったという方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。また内容についてご意見がある方はコメントでご指摘いただけると幸いです。よろしくお願いします。